バレゴエモン雪姫救出絵巻 RTA36分3秒、星3。ファミコン時代からコナミで作られていたゴエモンの初スーパーファミコン作品。この時代はまだスーパーファミコン初期の頃の作品であり、パスワードを使ったセーブシステムだったり、ゲーム難易度が高いなどの部分でモダナイズされていませんが、ファミコン時代のゲームと比較すると進歩したグラフィックに横スクロールダンジョンを入れたり、ネオ大江戸と呼ばれるような江戸の風景なんだけど、旅行会社だったり船が存在したり、ネズミーランドがあったりと独特のセンスがキラリと光る名作です。昔このゲームを子供の頃に遊んだヘッズは第5ステージのサスケや、第6ステージのつづらスケロクとかに苦労したんじゃないかなとか思うのぜ。RTA で見ると有給ステージのギミックとか難しすぎて、無限コンティニューでもないとやってられない難易度だが、ファミコン初期の作品なので、当然そんな親切設計ではない。このゲームはネズミーランドにグラデウスとかのミニゲームがあったりとか本当によくできている。RTA としては、そう上手なプレイによってサクッと高難易度だと思われるステージをクリアしていくので、当時苦労した人ぶつたちはホエーとなると思われるし、エンディングを初めて見たというプレイヤーもいるんじゃないかなと思われる、ありがとなすな作品。解説もクッソ激烈に丁寧で誇らしい。